Ciao belle, bentornate nella cucina di bellissimo Minasan, bellissimo no, ci sai, kitchen, okarina samuse, genki desu ka Minasan, jinsei o akaruku tanoshiku, genki yoku, ganbatte masu ka? Sassoku starto shitai to omoimasu, kyō no ryōri wa bellissimo fu, niku dango to kinoko no obun yaki de gozaimasu, yee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 e
テレビ番組の時にオーブン焼きにしちゃってですね、オーブンで仕上げてるんですけどもね、それはまた簡単です。ただしオーブンは持っていらっしゃらない方はたくさんいるんですね。今日はこのねフライパンをねオーブンにしちゃいますっていうことで、オーブンにならないんですけども、このフライパンをオーブンの代わりに使って同じく美味しい仕上げにしたいと思います。だから最後まで見てくださいね奥さん。まずこちらを準備してくださいね。こちらね、これこっちで見た方が早いんだけども、まず人参を準備しますね。人参は2本ぐらいですかね。あとじゃがいも小さいサイズ4つぐらいでいいね、4個でいいですね。あとはニンニクのこれ3かけぐらいね、お願いします。そしてねローズマリー準備してください。そしてホワイトセロリっていうのは全部食べられるセロリなんですけども、それあれば最高に美味しくできますね。もしなければ普通のイタリアンパセリでも大丈夫ですね。今日はイタリアンパセリ代わりに使っちゃいます。あとはこちらですね、ひき肉合いびき必要になります。それで肉団子を作っちゃいますね。そして一味とがらしですね。今日ポイントになるのはこれなんですよ。ほらこれね、これはね由利本荘市のね美味しい味噌なんですよ。味噌入れるとねまたうまくなるからね、ね味噌入れちゃいましょうね、はい。あとねきのこなんだけども、きのこもこれほらこれ使っちゃいますよ。ほら生しいたけ秋田県産んだっすということで早速スタートしたいと思います。すごい綺麗ですね。もうこれですよ。そしてオーブンでしたら220度25分ぐらい焼けばもう出来上がりですね。フライパンの場合は蓋をして25分焼きます。これはキノコはですね、やっぱりこうスポンジみたいなものですので途中から入れるんですね。焼き上がる前10分前に入れます。では蓋します。そして焼いてる間にキノコを切ります。やっぱり秋田のキノコは美味しいですね。最後蓋を外してちょっとね水分飛ばします。ぜひチャンネル登録、高評価、コメント欄に投稿を忘れずによろしくお願いいたします。そしてカリ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 になるんですね。
ということで、ベリシモ風肉団子とキノコのオーブン焼き完成でございます。イエーイ。ということで、ちょっと味見させていただきたいと思います。いただきます。ベレモッポ米はということで、皆さん今日もお疲れ様でございます。最後まで見てくれてありがとうございます。まあ本当にね、今日の料理は素晴らしい、美味しいですよ。肉団子の中に味噌の旨味成分が含まれてますから、すごくこう味が深いですね。噛めば噛むほど味が出て、もうめちゃくちゃうまいですね。しかもキノコ、人参、じゃがいも、その絶妙なバランス、マリアージュですね。もう激うまです。本当にね、農家の皆さん、そして牧場の皆さん、秋田の皆さんにも感謝ですね。実はこの前由利本荘市に行ってロケさせていただきました。本当に美味しい食べ物たくさんありますね。もう感動しました。そしていい出会いに感謝ということで、皆さんまた次回お会いしましょう。チャオ。僕はおかわりをするぜ。